はい、こんにちは。連日南から南西の風が続いているので、オープン可能な海峡が続いています。でかなり強めに吹いて、たまに突風もあるので、陸上でも風が強かったりするんですが、問題なく潜れています。で雨も連日続いているんですけども、風のおかげで雨水も沖に流されているので、今日も透明度は6から8メーターほどは見えていました。最近浅場にはタコがかなり多くて、でタコの抱卵も見れているので、今回は見やすい岩を見つけてきたので、そちらも水中動画でご紹介しています。あとは最近まで見れていたカエルアンコウが今ちょっと行方不明になってしまっているので、また探していこうと思います。ぜひ協力してくださる方、ご来店お待ちしています。ということで、今日も元気に潜っていきましょう。